はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社モテナシ便の新練習です。今回もですね、弊社の試し体験に来ていただいた伊藤さんのインタビューをですね、続けてお送りしたいと思います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。はい、ですね、今回はですね、現在不安なこととか、心配していることあったら、ちょっと教えてもらえますか。はい、心配事はあまりないんですけど、はい、不安なことは、はい、自分が方向音痴ってことなんで、はい、やっぱりカーナビが必要かなと思いましたね。そうですね、カーナビないと仕事にならないですね。はい、なんでもカーナビは絶対必要です。もう仕事のなんですか、道具ですね、カーナビは。はい、そう思いました。はい、この業界ではもうカーナビは仕事の道具なんで、はい、ある程度しっかりとした安いものではなくてね、しっかりしたものがないとダメですね。はい、はい、ということでありがとうございます。はい、伊藤さんのインタビューはまだまだ続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。